僕は頭の悪いです、ごめんなさい。クックック、知ってるよバカ。僕は頭の悪いです、ごめんなさい。うるせえな、話しかけてくんなクソ緑。僕は頭の悪いのだ、僕のせいで僕のクラスはいつも授業が遅れてしまうのだ、みんなに迷惑をかけているのだ。この前先生はすごく怒って、クラスの全員一人一人に、僕は頭が悪いですごめんなさいと謝って回るように言ったのだ。僕が謝りに行くと、ある人は僕をバカにしたようにクスクス笑ったのだ。ある人は顔を見るのも嫌そうに目を閉じてそっぽを向いてしまったのだ。またある人は先生と同じように、僕の存在がどれだけみんなの勉強の邪魔になっているか、僕がどれだけ努力の足りない怠け者であるか、僕に教えてくれたのだ。そしてクラスでただ一人僕に優しくしてくれるメタンちゃんは少し悲しげな顔をしたのだ。ズンダモン、言いづらいんだけど、もう学校に来るのをやめた方がいいんじゃないの？あなたも辛いでしょ？みんなに嫌われて、こんな風に謝って回って。なのだ。あなた一人がいなくなるだけで、他の人はみんな笑顔になるのよ。そしてあなた自身も気が楽になると思う。なのだ。ね、考えてみて。わかったのだ。もう学校には来ないのだ。そう、ありがとね、ズンダモン。